皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は日本の宇宙開発の歴史を解説していきます。前回はニュー5ロケットの構造とか1号機の発射まで解説してたよな。そうね、いろいろ苦労や試行錯誤もあったけど、なんとか打ち上げにこぎつけたわ。じゃあこれからは衛星とかの解説になるのか。そうね、引き続き気合を入れてやっていくわ。いや、ほどほどでいいんだぜ。期待には応えられないわ。宇宙科学研究所はニュー5ロケット1号機にニューゼスビーという衛星を乗せたわ。何をする衛星なんだ？分類としては光学実験衛星で、初代ハヤブサの先輩にあたるんだけど、ミッション内容としては電波天文観測ね。電波を使って何かするのか？そうね、宇宙に巨大なアンテナを展開して地上の電波望遠鏡と連携することで、より遠くの銀河などの天体を高解像度で観測することができるわ。宇宙でアンテナを展開ってよくわからないな。これ見て。なんだ？これがニューゼスビーなのか？そうね。これが宇宙に到着すると、展開が始まって、アンテナが転調されて、最終的にこうなるわ。でかすぎないか？展開後の直径は10メートルで、アンテナ有効径は8メートルあるわ。こんな大きなものが必要なのか？そうね、大きければそれだけいられる性能も上がるからね。そうなんだな。こういうのをスペース VLBI って言うんだけど、アイサスは国立天文台と連携したこの電波天文衛星計画を VSOP 計画と言ってたわ。VSOP ってどっかで聞いたな。まあ今見てる視聴者のうち主語な方は今頃お酒を飲みたくなってる頃ね。そっか、ブランデーだな。宇宙の方の VSOP はスペースオブサーベトリープログラムの略でね、アイサスはブランデーとは全く無関係としているけど、もともとは森本正樹と西村俊光両主号による力技の命名よ。お酒ががっつりと関係しているんだな。この衛星の性能計算書の表紙もお酒のラベルからだしね。こっちもお酒なんだな。性能計算書のお話はまた今度まとめてするわ。そんなにネタがあるのか。そしてこのニューゼスビーの名前なんだけど、特徴的なアンテナや佇まいから織姫や舞鶴などの候補があって、一人一票で191名が投票した結果、はるかという名前に決定したわ。どのくらいの票が集まったんだ？4票よ。え？4票よ。いやいや、それで票数1位はおかしいよな。アイサスがする名前の投票はあくまで参考でね、必ずしも1位が選ばれるわけじゃないわ。最後に決定するのは上層部だったり現場の悪巧みだったりするからね。じゃあなんではるかになったんだ？投票受付中に、はるか打ち上げの5年6年前に亡くなったランチャー班の一人娘が来所しててね、その人がはるかに票を投じたからよ。まあそれはしょうがないな。ちなみに絶対に選ばれない名前だけど、みんなの受けが良かった名前があってね。なんなんだ？大風呂敷よ。絶対に選ばれないやつっていうか、選ばれる気もないな。この名前はアイサスニュース編集委員長賞を受賞してね、考案者であった松下通信の人に記念品として赤い大風呂敷が贈呈されたわ。使うのにはもったいない記念品だな。そしてはるかにちなんだ国際的な名前をつけるんだけど、はるかの実験主任と衛星主任がハイリーアドバンスドラボラトリー4コミュニケーションズ&アストロノミー、略してはるかとしたわ。うまいことやったな。日本語にすると通信と天文学のための非常に高度な研究所となるみたいね。あまり意味がずれないところに感心するな。そんなはるかだけど、質量830キロで近点高度560キロ、遠点高度21400キロの超楕円軌道で地球を周回してね、およそ6時間20分で1周するわ。やけに遅いな。超楕円軌道だからね、軌道距離が長いのと遠点距離に差し掛かる頃は速度も遅いから時間がかかるわ。そもそもなんで円軌道じゃなくて楕円軌道なんだ？これは VLBI という他の衛星とは違う理由があってね、地球を90分とかで周回する軌道や気象衛星ひまわりがいる静止軌道の衛星は地球の観測とかに使われるものだから、地球との距離が大きく違って観測にムラが出る楕円軌道よりも円軌道が向いているわ。なるほどな。一方、はるかのような電波観測する VLBI 観測の衛星は、観測対象は地球じゃなくて宇宙で、地球の電波望遠鏡と連携して宇宙の天体を観測するのね。はるかと地上の電波望遠鏡に到達した天体からの電波を受信すると、二転換で差異が生まれるから、それを観測して解析することで、
天体の位置や天体そのものの活動などの位置天文学、観測解像度の向上などの恩恵が得られるわ。なんだか難しいが、難しいことをやってるんだな。そうね、はるかと連携する地上の電波望遠鏡の極は世界34極。アンテナ数は88基、地球は丸いから1回の観測で連携する極は17極だけどね。世界的な観測プロジェクトだったんだな。二点間の距離が遠ければ遠いほど解像度が上がるからね。地上だけじゃ限界があるから宇宙に電波天文衛星を飛ばして楕円軌道で地球との距離を稼ぐわ。それでこんな超楕円軌道なんだな。はるか打ち上げ後にアメリカのジェット推進研究所がチリのサンティアゴに置いてある局がはるかの電波を受信してアイサスに知らせ、その後に国立極地研究所の昭和基地からもはるかの衛星電波を受信したと連絡が来たわ。昭和基地って南極のか？そうよ、南半球の遠地点に向かっているはるかの電波を受信したのよ。寒いところでも受信してるんだな。この時点で打ち上げは成功しているからはるかと正式に命名されたわ。なあ、日本では電波を観測できないのか？地球の自転やロケットの飛翔方向、投入位置で日本からは受信できないところにいたからね、しょうがないね。でも打ち上げから6時間40分後に内の裏で受信できてね。その時に太陽電池パネルやアンテナの展開が正常に完了したことも分かったわ。よくあんな大きなアンテナを展開できたよな。開発製造の三菱電機はこのアンテナの精度と展開に苦労したみたいね。今までの衛星とは違うもんな。アンテナをよく見てみるとわかるんだけど、三角形のフレームらしきものがたくさんあるわけだけど、これは1辺が20センチ前後のケーブルで構成されててね。このケーブルで反射面である金色のメッシュを支えてるんだけど、およそ6000本のケーブルが使用されているわ。6000本ってマジかよ。ケーブルは精度が求められるもので、製造や温度変化などで誤差があるとアンテナメッシュが破れたり、アンテナ表面積に誤差が生じるから、裏面にも実際の展開を見てケーブル長を調整して仕込んでいるわ。うへぇ、時間と手間がかかりそうだな。そして最大の難関があってね、大量にあるケーブルが展開するときに絡まってしまわないかという問題でね。普通に跳ね上げ伸縮式の展開方法では骨組みやアンテナケーブル同士が引っかかって展開できないのね。実際に NASA が打ち上げた木星探査機ガリレオが小売特アンテナの展開に失敗した原因でもあるわ。アイサスと三菱電機でも10回の試験で一度も成功しなかったわ。だから収縮機構を取り入れることでほぼ 100% 開くようになったわ。この機構も開発するの大変だったろうな。ただいいことばかりじゃないわ。どういうことだ？このはるかには3種類の電波周波数に対応していたけど、1.6GHz 対 4.7GHz 対 22GHz 対のうち 22GHz 対の受信感度が落ち込んでしまっていて、観測には厳しい状況となっていたから 22GHz 帯での観測を諦めて 4.7 から 5.0GHz をメインに観測することになるわ。故障しちゃってるのか。打ち上げの時の振動が原因だと考えられているね。打ち上げからおよそ1ヶ月後、はるかは天体からの電波を受信して薄田宇宙空間観測所のアンテナにデータを送信したわ。2ヶ月後にははるかと薄田64メートルアンテナとの間で干渉計が成立して、直径3万キロの人類の巨大な瞳が出来上がったわ。そのでかい直径ってどこまですごいんだ？ざっと言うなら、ハッブル宇宙望遠鏡の1画素を2万2000画素まで分解できる能力があるわ。もっと言うなら人の瞳の100億倍の解像度があるわ。たまにコメントで見る感度3000倍が可愛く見えてくる壮大な計画なんだな。はるかを含むスペース VLBI 計画はアイサスのとあるおじさんが飲み屋で言い出したことがきっかけだったわ。おじさんって誰なんだ？飲み屋でそんな話をしだすのは小田実しかいないっていうのが当時の通説らしいんだけどね。当時ニューファイブロケットの開発が始まってて、宇宙へ飛ばせる衛星重量が増えるから、これってもしかしたらいけるんじゃねってことで研究会は立ち上がり着実に進んでいくわ。どこがきっかけになるかわからないものだな。すでに NASA や ESA、ソ連には計画があって世界的に協力をしながら進行していたわ。日本が遅れていたのか。そんな1980年代の半ばから終わりにかけて、アメリカのジェット推進研究所が開催していた VLBI の国際会議にアイサス所長のオダミノル率いる合計3名が出席したわ。そこでは VLBI に関する各国各機関の進捗報告や進行中の計画を報告するんだけど、
アイサスも計画案を報告するわ。世界を驚かすような報告を頼むぜ。でも、小田を除く二人はあまり恥ずかしいから発表をやめましょうと小田に言ったわ。なんでだ？当時の会議での話題はソ連のラジオアストロンと ESA のクエサットでね。ソ連の方はおよそ5トン。ESA の方は1トンある様々な機能を持つ本格的なものだったわ。一方、アイサスの計画案はニュース3S2 ロケットで打ち上げることを前提とした250キロほどの短機能衛星だったわ。重量が全然違うな。でも小田はせっかく来たんだから話せと言って発表したんだけど、当然ながら参加各国には相手にされなかったわ。あらま、残念だな。でもね、結局のところ計画を実現できたのはアイサスだったわ。え、ソ連や ESA はどうしたんだ？ソ連はソ連崩壊の影響で計画が一時停止しちゃってね。2011年にようやく打ち上げたわ。ESA は会議での報告後に計画がなくなったわ。あらま。はるかは設計寿命が3年だったのにもかかわらず8年9ヶ月もの長い年月にわたって観測運用が続けられて、2005年11月30日に最後の運用が行われて人類初のスペース VLBI が終了したわ。まだ軌道上にあったりするのか？ゆっくりと回転しながらスピン安定状態でまだ軌道上にあるわ。そうか、宇宙で眠っているんだな。というわけで今日はここまでよ。やっぱり犠牲者がいないのって聞いていて安心するよな。そうね、マリサのためにも安心安全な宇宙のお話をするように最大限の努力をするわ。努力？このチャンネルではこれからもほぼ毎日宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。なあ、性能計算書ってなんでお酒から由来されているんだ？詳しいことはわからないけど、お酒シリーズの前はタバコシリーズだったわ。嗜好品で続くんだな。日本最初のロケット打ち上げとなった L4S ロケット1号機の性能計算書はこれ。ハテライト？人工衛星オースミの打ち上げを控えていたからね。衛星サテライトっていうことで、表紙はそのままサテライトになる予定だったんだけど、当時の的川先生が、どうですかね、ハテライトぐらいじゃないですかね。で、ちゃんと計算通りに飛んでいくのかっていう軌道への挑戦の意味を込めたら、結局そのまま採用になったわ。なかなかシャレが効いてるな。まあ、その果てが果ての見えない3年半の戦いになるんだけどね。